韓国国防部は、南北首脳会談を4日後に控えた23日午前0時を迎え、軍事境界線一帯での大北核兵機放送を中断したと明かした。これは、1972年、7.4共同声明後続措置の一環として、同年11月に下された初の核兵機放送全面中断措置以降、歴代で4度目となる。 国防部のチェヒョンス報道官は同日、ブリーフィングで、南北首脳会談を契機に、南北間の軍島と緊張緩和及び平和的な会談雰囲気造成のための措置とし、相互誹謗と宣伝活動を中断し、平和、新たな始まりを作っていく成果として続けていくことを期待すると述べた。